お父さん、私も18歳、立派に大人になりました。お父さんのおかげで、私も手に職をつけることができました。これからさらに勉強して腕を上げていきたいと思っています。この世界はまだまだ男性社会だから、女の私は不利かもしれません。でも負けません。だって私はお父さんの子供だもん。これからもずっと元気で、私を見守っていてください。